この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象もすべて紛れもなく、貴君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみ、このゲームに参加する権利がある。確かに受けたまわった。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い、変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ。今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。本日はご利用いただきまして、誠にありがとうございました。まもなく渋谷、終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。
ようこそ私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ、近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。そう焦らんでいい。抗う術はある。更生するのだ。自由への更生、それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。まもなく一番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線車両異常を確認中です。入港確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。つながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。
呼びました？事件ですか？まだよ。意見も聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やべ、降ってきた。早めに家出だね。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。くそ、変態教師が。変態教師。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。さっきまでの威勢はどうした。こんなゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん？お前、俺様が誰かわからないか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに。やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとあれは間違っていたのか。よかろう。聞き届けたり。我が名と共に解き放て。
地獄につながれようと全てを己で見定め、強き意志の力を殺せ。なんだと？そんなに殺されたいか。いいだろう。やべ、来た！飛んだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ。やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。随分と待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し屋のおめえなら旗に掲げて人を暴れ、お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時とは覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。これが俺のベルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしまったな。行くぜ。なめるなガキが。ぶっ放せよキャプテンキッド。ナイストス。いや、さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。ここです。あ、ナイスです。そう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 、Yeah!
浮いてんな、相変わらず。つまんねえなあ。噂くらい知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ、うん、鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに、これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんなやつの言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん、わかんないよね、こんな話。まったく、出番が遅すぎる。お前が立ち向かわないで、誰が恨みを晴らしてくれる。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時、何時は我。やっと契約結べるね。聞こえるよ、カルメン。分かった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ志保から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。ひと思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの。けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドのは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。
これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。パス。死ぬってば。ちょっと、はい、デメッリーゾリュウジ。久々でもつれただけだ。心配してよ。しょうがねえな。来いよ。マジでこいつ、お前の自意識過剰じゃね。違う。君たち何なんだ。それはこっちのセリフ。つきまとってたくせに。つきまとった、心外だな。ずっとつけてたでしょ、電車の中から。それは。やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なマガイモ。たった今決別するのだな。いざや契約、ここに結ば。我は汝、汝は我。人世の美醜の誠のいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。たれよ、コエモン。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びるさまで。おりゃ、すごいぞ。生きがいよって、何も知らずに死んでいくがいいわ。出られ出られ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何人踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。
誰に言ってる。戦う覚悟はできましたか？いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ、エルソナ。いや、あれバイクだろ。伝わってくる。これが私。行け！すごい！なんだありゃ！あんなの初めてだぜ！ギャラ泥棒は処刑ですよ！もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよね、ヨハンナ！ちょっと大変そうね。だったらタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会規則により誠に残念ながら本日の花の大会は中止とさせていただきます。ないで。窓開けて50度の熱風に当たるよりマシ。ねえ、飲むものない？ミネラルウォーターとか。全部飲んじゃった。後ろは？あれは見えてきた。
じゃない。俺は…高すぎでしょ。シャドウじゃねえなら何なんだ。こいつは認知だ。双葉の認知が作り出した化け物だ。そんなことって。おい危ねえ。来るぞ。待ってんの。そういえば、大丈夫だからじっとしてなさい。お願いします。かしこまりました。当機は間もなく高架体制に入ります。皆様、お座席のベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。Tour, how long will you stay?Okay. I'm Japanese. ついた。この匂い、ハワイって感じ。Hi, aloha. あちらのバスに乗ってね。やべえ、日本語うめえ。
見えた、ダイヤモンドなんとか。てか海青すぎだろ。さあ、来てもらおうか。俺ん家へさ。諦めねえ。かっこいい遊んでやるよ。女子高生のいいなつけとか、超楽しそうじゃん。ゲーノ、ゲーネ。やばい！春のペルソナじゃ、あんなのとは。大丈夫。今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。俺に歯向かったの。ようやく腹を決めたようね。宿命の家のお姫様、あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの？心はとうに決まっています。いいわ、その目。これで本当の力が震える。我は何時、何時は我。美しい裏切りで自由の奏でを飾りましょう。えぐ。さようなら、お父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。ふ、適当にあしらっておけ。何百年も手遊んでやるよ、この野郎だ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな、社長さんよ。春と17年も共に暮らしてまだ気づけないのか。この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。うわ、当たった。我が輩すげえ、すげえ、もうだかっけえ。全部持ってきやがって。お父様、交渉決裂だな。ふん、虫けらごとき。発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、生かして解散。
ナビゲーションを開始します。おい、あれ？自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか？私を誰だと思ってるんです？私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を、そういうことだね。けどそれがあなたの決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。汝は我、契約という名の魔法、受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。実は、奥村さん、なんか様子が変だぞ。あそこを右だ。見つかるなよ。
あの奥のか。一体どういうこと？裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。うん。何をしてくる気だ。もうコインは関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。すぐに始末しろ。ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ妙な反応の正体。自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは
な、そういうことか。あの騒ぎだ、下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ、逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまでしてくれるね。もちゃなんだから、ったく。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？聞かれたら答えろと言ってるだろ！異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。今頃分かったのか。こ
くだらない正義の慣れの果てだ。お伝えしておりますように、本日午前、捜査本部は会見を開き、怪盗団を名乗るグループの主犯格とみられる容疑者を拘束したと発表しました。容疑者は未成年の少年という。あんちゃん、目線もらっていいかな。すいません。ん？あれ捕まっちゃったの？面白かったのにね。次のカットだけど、アイドルのお忍びデートっててはどう、あんちゃん？驚きましたね。これほどの事件の犯人が未成年とは。でも未成年の身柄確保を早々に発表したというのは警察側の自信も。あれ？もしかして？あら、リュウジ君じゃない？久しぶりね。え？心配してたのよ。急に来なくなるから。もう高2よね。練習は続けてるんでしょ？あなたの走り、もう一度見たいわ。なお、少年は黙秘を続けており、自分以外の関与も認めていないとのことです。ですが、これまでの数々の容疑から、どうしちゃったんだろうね。珍しくかけてないな。調子出ない？いや、注意したんじゃない。君なら普通にしていれば将来の心配はないさ。普通にね。高校生となると連絡なんかはどうやっていたんでしょうかね。今は日本でも場合によっては通信傍受ができるんで網にかかるかもしれないですね。ただここ最近怪盗団に狙われた人物は次々と意識不明になるなど実害も被っています。力を振るったわけではないようで、これも手口に謎が多いですが、警察は殺人未遂で立件したい考えのようですね。意外だな、君が進路表まだとは。なくしたかと思って探したよ。すみません。ま、成績優秀で生徒会長だしな、どこ希望したって十分入れるだろう。例の回答も君を見習えばよかったのにな。捕まったの高校生なんだって？街灯なんてどこで道踏み外したのかね。少年は過去に傷害事件を起こして保護観察中だったという情報も入ってきています。故郷に住めなくなってという事情かもしれませんね。動機と関係するかもしれません。これでお父さんも少しは報われるね。結局あんな連中に何も変えられやしない。世の中を動かすには相応の資格が必要だよ。最近帰りが遅いんだって？よくないな。遊ぶ相手ならここにいるだろ。今入ったニュースです。容疑者の少年が拘置所内で自殺を図り死亡が確認されたとの情報が入ってきました。繰り返します。容疑者の少年が拘置所内で自殺です。新たな情報が入り次第詳しくお伝えしますが、容疑者死亡です。これは手口の解明が厳しくなりますね。よほど強い動機があったということですかね。嘘。これは、なバカな、なんてな。
長どう？何かいる？いや、いたって普通だ。チェックしてみる。ん？なんだこれ。どうした、双葉？双葉？なんだ？なんじゃこりゃ！いいぜ、見せてやるよ、本当の俺をさ。来い、ロッキー。まただ、あのペルソナ。これは？くだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと？なんてやつだ。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねー。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃん、はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらは全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。これその男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、ようやめさせろ。その卑劣な男の正体は、なんや、どこで。おお、警察意外と素早いね。でも配膳で。その男の正体はあろうことか現職の閣僚、特命担当大臣、指導正義。マジか、すげえ、マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠にこの通り、私たちは誰も死んでなんかないよ。嘘かどうかお偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いや、どうぞ。まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはね。だろ、いいだ。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし、はい、はい、
ただいま確認中でして、いいだろう。ひねりつぶしてやる。少し考える頭があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが、諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。言っておくが、見苦しく暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。お前、さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。待ってろよ。リュウジ、ここで走んねえで。いつ走んだ。リュウジ、行け。景色が渋谷に、まさかこれが融合。どうなってんだよこれ。何なんだ、なんで誰も。
つは。いや、これほどのことになるとは。こんなどうすんだよ。ふざけんな、クソが。君悪いことしやがる。俺の手、リュウジ。嘘でしょ。俺たちに何か。やだやだ、消えちゃう体が。そうか。そうとも私ではない。貴様たちは人々の認知から消えようとしているのだ。この声、メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー、リュウジ。ここまでなのか。オルガナ、私たち何を間違えたの。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。すまない、作戦失敗だ。ついにやったか。どう、目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。これが真の姿。こんなの。なんだこいつ、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 なん
今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗だ。聞こえるか。そこめた愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて、何雨が止んだ。見て。産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば
世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。それにしても全然混んでないですね。こうなると逆に賑やかなの大歓迎って。時間前までは去年なわけじゃん。今年も残すところあと365日となりました。それはそうだけど、時間の感覚わからなくなるよな。じゃあ2夜連続今夜あたり新年会とかやっちゃう。あれ、お、二人とも来てたんだ。今日も疲れたね。具合悪い？そんなんじゃない。なんで私ダメなんだろう。今日も失敗ばっかだったし。急に背が伸びて視点が変わったからだって。すぐ慣れるよ。ほら、もう私と変わんないよ。同じくらい練習してるんだけどな。優勝するのはいつも霞だけ。私全然追いつけない。それはね、私の方がお姉ちゃんだからです。同級生兄弟じゃん。マジに返さないでよ。二人で世界を取るんだよ、私たちの夢。霞には私の気持ちなんかわかんないよ。え？霞に、霞みたいに私もなれたらよかったのに。ちょっと待ってよ。みんなが望んでいるのは霞。前見て、危ないよ。ねえってば。世界を狙える強い霞。待って、止まってよ。スミレ、スミレ。その子をどうするつもりです？どうもしない。ただ君たちのそばには置いておけない。彼女が霞であることを望む現実、その現実を受け入れられない君たちとは。そんな悲しいことを言わないでくれ。その言葉は彼女の居場所を否定することなんだぞ。
居場所ね。彼女だけじゃない、君たちの居場所でもあるんだよ。僕の現実を受け入れない君たちと分かり合いたい。君たちにも願いがあるはずだろ。僕ならそれを叶えられる。幸福な現実を見せてあげられるんだ。話すだけ無駄だな。今はそうみたいだね。そうなると力で分かってもらうしかありませんね。暴力は気が乗らないけど。綺麗事も言っていられないか。二人でやると準備はいいね。足引っ張らないでくれよ。君が望むなら僕も力を貸そう。先生、君が霞でいられるように、もう君が苦しまないように、この力で。なんだ。彼女はあるべき自分を見失って苦しんでる。さあ示すんだ。もう二度と悪い夢を見ないように。いえ、もう嫌なの。灰にまみれた居場所なんていらない。まったく、優しさもここまで行くと狂ってるな。とっとと済ますぞ。あの場所にはもう戻らない。ここが私の居場所なの。気持ちだけいただきます。自分で戦うって決めたんです。助けられてばかりじゃいられません。逃げて逃げて、あなたにすがって、でも本当はずっと分かってた。上辺だけ霞になってもダメだって。弱いスミレでいるの。もうおしまい。バイオレット、あなただけは最初から偽物じゃなかった。来て、サンドリオン。あなたが出てこないのなら誰がスミレと一緒に行くんです。なんて強引な人。でも今のあなたならお似合いかもね。成功という名のガラスの靴。あなたと、あなたの中にある彼女ごと、我は何時、何時は我。舞踏会の準備はできていて。もちろんです。あ
捕まって。みんなの幸せのためなら僕はどうなってもいい。だからもう受け入れてくれ。僕が作る、いや僕とアダム・カドモンが作るこの現実を。ごめんね、どうなってもいいってそう言ったのに。僕はまだためらいがあるのかもしれない。君もかい。クロー先輩、何を。愚問だよ。同じこと考えてるみたいだね。それもそうか。だって君は危ないです。ためらってる場合か。死ぬぞ。見ろ。僕を好きに使っていい。だから頼む。現実を、みんなが望む現実を。我は何時。してるんだ。さっさと決めろ。ナミ、一
けそうか。うん、奴の頭は今防御力ゼロ。今ならいける。頼む、ジョーカダメだ。どうすれば。みんな、我が輩のそばに早く。モナちゃん、これは。モナちゃん、一人でかっこつけるつもり。我が輩ならかっこいいぜ。飛べないんですか、モナ先輩。車なんだぞ、飛べるわけ。ここで飛べなくていつ飛ぶんだよ。なとこ申し訳ないけど、もう少しサイズなんとかならなかった。つかジョーカーは大丈夫だ。全部吹っ切ったよ。君のおかげだ。
頼むよ。もう終わりにしよう。手を離してくれないか。君の目はいつもまっすぐだ。まっすぐ前を見ている。僕は怖かったんだ。きっと君が望まない現実を作ることが。解散じゃなかったのか。いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの。げっ、こんなところにまで。どうしよう。手伝うよ。ん、マルキ先生。別行動ってこと？うん。どうする？行くわよ。行こうか。うん。お金はいらない。もし君が生きることにつまずいたとき、大人になってからでもやり直せる。その見本になる。それが僕が君にしてあげられる仕返しかな。それじゃ。悪い、連中しつこくってよ。雑でごめんだけど、これで見送りかな。栄養はちゃんと取るんだぞ。また会えるよね。そっちが来ないならこっちから行くし。ん、みんなそろそろ。そうだね。もう行くのかよ。しょうがないでしょ、ほら。じゃあな。危ない。ダメですよ、ちゃんと前を見てないと。ついてってやるって言ったろ。お？それでは。
Thank you.
あ、うん。